インターリーグドジャース、レンジャーズ、2024年6月12日ロサンゼルス、ドジャースの大谷翔平投手、29、が12日、日本時間13日、本拠でのレンジャーズ戦に、2番、DH で先発出場。第1打席で今季4度目の2 0 0 0連発とする17号本塁打を放ち、リーグトップを走るブレーブスのマルセルオズナ外野手、 33に一本差しに迫った。大谷のバットが初回から火を吹いた。右腕グレーにフルカウントと追い込まれたが、低めのスライダーをすくい上げると本塁打を確信したように打席で飛び上がった。打球速度105.2マイル、約169.3キロ、26度の角度で上がった打球は、宇宙間の424フィート、 約129.2メートル地点で着弾。本拠ファンは大熱狂に包まれた。この17号ソロをキャッチしたのが、大谷も大好きなハンバーガー店、インアウトバーガーで働くレオ・ビネゲスさん。19、だ。喫水のドジャースファンのビネゲスさんは、神に感謝するよ。超嬉しいよ。今日はママをびっくりさせちゃったって感じだね。 ママに今日は何をするのって聞いたら何もないと言うから、一緒に来た。だってドジャースの試合を見に行くんだから、何か母がいいことをしようと思って、このボールが僕のところに来たことを感謝したい。このボールをプレゼントするよ。超ハッピーだね。いろんな感情が入り混じってなんだかよくわからないよ。初めてのホームランボールだよ。 ずっと前から試合を見に来ていた。初めてのホームランボールが大谷翔平からのボールなんてスペシャルだ。このボールはずっとキープするよ。つか自分の子供にプレゼントしたい、と興奮気味に話した。ビネゲスさんは大谷も、インアウトバーガーが大好きだと伝えられると、彼もなの。つかフライドポテトをあげたい。 もし彼が来たら想像を絶する最高のフライドポテトを作るよ、と約束。ハンバーガーはダブルダブルアニマルスタイルだね。キストラトマトとレタス、チョップチリーズもつけるよ、とおすすめしていた。